こんにちは。世界を楽園にする映画監督アーティスト増山玲奈のドラゴンジャーナル、毎週お聞きいただきましてありがとうございます。今週のゲストは、先週に引き続きましてピアニストの横内あゆみさんです。横内さん、今週もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、今、ショパンの子犬のワルツ、横内さんのこの演奏で、拝聴してるんですけれども、はい、この、すごく子犬がまさに跳ねるような元気の良い演奏で楽しい、はい、印象です。横内さんはショパンが大好きだっていうふうに。大好きです。はい、お聞きしたんですけれども、ぜひそのショパン愛といいますかどんなところが素敵なのかというお話お聞きできたらなと思います。はい、まずこう第一印象というんですかね、喜怒哀楽以外の感情で存在するんだなっていうのを教えてくれた作曲家といいますか。喜怒哀楽以外、なんかわけもなくこうなんか涙ぐんでしまうとか、はい、何かこう込み上げてくるような、うん、喜びでもなく怒りでもなく悲しみでもなく、まあ、喜怒哀楽以外、はい、そういう心の状態にさせてくれる作曲家だなっていうことをふわっと思っていて、その後にまあショパンの人生っていうものを勉強をして、はい、改めてまた好きになりましたね。あ、そうだったんですね。はい、私も不勉強ではありながらショパンも時々聞いたりはするんですが、横内さんがおすすめされるショパンの曲でこの曲が好きだなっていう曲がありましたら教えてください。はい、ショパンでは、船歌バルカローレっていう作品と、あとはバラードの第4番が大好きなんですけれども、はい、あとノクターンの遺作かな。はい、あ、今日はノクターンの遺作も、この後、演奏をお聞きしたいと思うんですけれども、はい、このショパンの、喜怒哀楽ではない複雑な感情表現を感じる楽曲だということを今お聞きしたんですが、はい、このショパンの演奏をこう素敵に再現して演奏するため の、 工夫といいますか、こういうふうにしたらショパンの曲をよりよく弾けるよというようなアドバイスもしあったら教えてください。アドバイスをこう差し上げられるような、まあ、実力ではないというか、まあ、そういう身分ではないんですけれども、私自身が気をつけているのは、出した音を本当に最後まで聞き届けるといいますか、次の音にどういうふうにしてつなげるのか、もう本当に人と人との会話のような感じで、うん、相手の話している言葉をしっかり聞き取って、それをまた自分がしっかり返してっていうような、そういうイメージで音を紡いでいるというか、ちょっとうまく表現できなくて、はい、申し訳ないんですが、演奏されてるのは横内さんなんですけれども、こうどなたかと感情のやり取りをするようなイメージで演奏されてるということですか。感情のやり取り、なんて言ったらいいんでしょうかね。音一つ一つがそれぞれの人間というか人格を持っているような感じで、だから全部大切にしたい、はい、一つ一つの音を大切に弾いていくということで、には気をつけているつもりです。なかなか難しいんですけど。偉いな、ありがとうございます。私はお礼状書くにもなんかザザザザって書いたりして、すごく雑な人間なもので、なんかそういったメールもぶっきらぼうだしそういう話を聞くと、あ、しっかりしないとなっていう気持ちがします。はい、では、ノクターンの遺作、ぜひちょっと一度聞かせていただきます。はい、演奏お願いします。
がとうございます。ただいまお聞きいただきましたのはショパンノクターン遺作となります。この曲は戦場のピアニストという映画で流されたことによって大変また話題になったという曲でもあるんですけれども、はい、横内さん の曲もこう映画の中の一シーンみたいな印象があるんですけど、今まで映画音楽というのは取り組んだことがあるんでしょうか？はい、自分自身の作曲とかそういうことではまだないんですけれども、コンサートというか、まあ、ピアノライブなんかでは映画音楽というのをお届けしたりもしております。そうなんですね、はい、私も今映画制作に取り組んでおりまして、はい、また音楽プロデューサーとちょっと相談しないとなんですけれども、はい、今こうやってお聞きしてるとすごく叙情的な映像が脳裏に浮かんでくると言いますか、ぜひ今後何か機会がありましたら映画とコラボとかなんかできたら素敵だなというふうに思いました。ご自身では映画をご覧になったりされるんですか？しますね。でもそんなに多くないかもしれないです。お家で DVD とかを見てしまう派ですね、はい、なるほど、はい、今お家での過ごし方ちょっとお聞きしたんですけれども、はい、普段どんな風にどんなライフスタイルを送られてるか秘密のベールに包まれてなかなか知る機会がないんですが、はい、ご自身でのマイブームとかこういった趣味があるよとか、あとお食事とかも作られるのかとかなんか よろしければそのライフスタイルについてお伺いできませんでしょうか？はい、はい、ライフスタイルをお伝えするとちょっとイメージをね悪い方向に崩しちゃうかもしれないんですけれども、私はまず料理は最近はするのをやめました。あ、そうなんですか。前は3食全部作ってて、ブログとかにも一生懸命あげたりしてたんですけれども、はい、ちょっと疲れまして、もっぱら出前とか、はい、コンビニとかに頼っておりますね。なるほど、はい、その家事はあまり、取り組まないで、とにかくその音楽に集中されるという形なんでしょうか？音楽に集中もしたいんですけれども、漫画をよく読みます、ね、あ、そうなんですか。意外ですね。漫画はどういった作品がお好きなんでしょうか？最近はもう鬼滅の刃はもちろん読んでますし、はい、進撃の巨人、うん、約束のネバーランド、はい、なんか被ってるな。本当ですか？私と、はい、なんかほとんどというか、はい、まあ有名どころは全部読んでるんじゃないかなと、はい、意外と音楽のイメージって聞くとすごくソフトなイメージなんですけど好きな漫画聞くと激しめというかそうなんです。だからなんかあんまり言わない方がいいよって言われちゃうんです。あとお酒も好きなので。そうなんですか。それもねちょっと言わない方がいいよなんて、お聞きしたかったんですけど、はい、なんかこう いちごが主食ですみたいなそんなことないけどなんかそんなイメージがあったんですけど、お酒も召し上がる感じなんですか？お酒、そうですね、しかも弱くないので、はいはい、いける口ですか？私に勝つ人を教えてほしいです。ちょっと私今度挑戦したいなと思ったんですけど、例えば日本酒とかワインですとか、はい、いろいろな種類がありますけど、お好きなのはどういった、はい、お酒なんでしょうか？好きなのは梅酒が好きなんですけれども、はい、何でも飲めます。日本酒もワインも焼酎もテキーラも、はい、紹興酒も。すごいですね意外に意外。横内さん実は酒豪だったということが今明らかになってしまったんですけれど、弱くはない血筋ですね。あ、ご家族もですか？みんな割とそうですね。弱くはないです。なるほど。普段はそのどこか今お店に行かれてこうバーですとか行かれたりする派なのか、はい、お家でこう音楽聴きながらなのか、どういう形ですか？自宅で飲むことはほぼなくて、はい、お酒を飲みながらその誰かとお話をしたりするっていうその、はい、うん、雰囲気みたいなものも含めて好きなので、居酒屋ですとかバーですとか、はい、行ってましたね。ちょっと今はね難しいご時世ですけど、
はい、私も難しいと言いながら結構出かけているんですけどね、なかなかお酒も奥が深くて、そこにしかない。先日もね、私の話になっちゃいましたけど、ロシアの東京駅にあるロシア料理屋さんのロマノフ東京というところが、はい、とっても美味しくって、一昨日行ってきたんですけど、ロシアのシチリア半島の隣にしかない在来種のブドウがありまして、でなんかすごく美味しいんですよ。で香りが絶品で、で右で嗅いで左で嗅いでその後いただくんですけど、なんかお料理とも相まって本当に素敵なワインで、そういうふうに思ってワインもいただくとますます文化を知りたくなるっていうところもあって、奥が深いなと思ってますので、ぜひどこかご一緒できたらいいなって思いました。ぜひぜひ。はいはい、では今普段の生活ということでお聞きしたんですがこう漫画を読まれたり、またお酒も、はい、召し上がられたりということなんですが、お出かけしたりすることもじゃあ結構あるんですか？お出かけがですね、あんまりないんですね、はい、出かけるときは飲みに行くときとか、はい、ですかね。割と家にこもって漫画を読んでることが一番多いですね。そうなんですね、はい、まあなかなかコロナの後はこうちょっと出かけるのも電車に乗るのがちょっと億劫だったりとか、10時以降はお店がもう閉まっちゃったりとか、いろんなことがあって、ね、こうライフ、ね、暮らし方が変わってると思うんですが、前と後で変化ありますか？変化、そうですね、その今あんまり外には出ない生活を普段してるって言いましたけれども、やっぱりそれなりには出てたんだなと思って、そのずっとこもってたらストレス溜まってたんだなって気がついて、はい、と何言ってるか分かんなくなっちゃった。そうなんですね本当になかなかコロナ、憎きコロナちゃんのせい で、 そうです、ね、皆さんそれぞれの暮らし方、働き方変わってると思うんですけれども、そういう時はぜひですね、横内さんの配信コンサートいや YouTube をちょっと聞いていただいて、気持ちを安らか癒していただけたらいいなというふうに思っております。では続きましては、ベートーベンのピアノソナタ悲愴第2楽章ということなんですけれども、こちらどんな楽曲なのか、ご紹介いただけますでしょうか？はい、ベートーベンと言いますと、こう耳が聞こえないという病になりながらもそれを克服したっていうエピソードが有名でして、この悲愴の2楽章っていうのは耳が聞こえなくなり始めた頃に作られている曲なんですよね、はい。でまあ、いろんなベートーベンの苦悩とかもあったのか、1楽章と3楽章っていうのはすごくこう重々しかったり、すごく心に負荷がかかるような響きのものなんですけれども、はい、その合間にあるこの第2楽章は、はい、本当に、なんていうのか、明るいというとちょっと言葉が軽いかな、ベートーベンの愛情みたいなもの、本当はすごく愛情にあふれる人だったっていうふうに言われてるんですけれども、そういうものが見えるような温かい楽章です。救いを見出せるような。なるほど、はい、ありがとうございます。ではベートーベンのピアノソナタ悲愴第2楽章、thank you.
いいですね。今このピアノソナタ悲愴第2楽章、ベートーベンの作曲された楽曲なんですけれども、本当に魂が癒されるというか、なんというか、こう普段私も働いたり、まあ、子育てもしながら働きながら、しかも、まあ、いつもなんか予算にも困りながらなんかドタバタするわけなんですけどそこでなかなか誰にも理解してもらえない疲れみたいのあるんですよね、はい、でもそれ表に出したくないしみたいな、わかりますそういうのに聞くっていうか、なんか心の恋人っていうか、本当に寄り添ってくれる楽曲だと思いますね。音楽って本当に素晴らしいですね。そうですね、はい、今、本日2週連続しまして、ピアニストの横内あゆみさんにお話をお伺いしております。今後の横内さんのピアニストとして、もしくは、まあ、ピアニストだけではなくてご自身の人生の中でも構わないんですけど、こういうことに挑戦してみたいなとか、今こういうこと取り組んでるんだよというようなことあったら教えてください。はい、少しずつ自分自身で作曲した曲なんかも、まあ、発表してるのは今1曲しかないんですけれども、今書き溜めたりもしているので、それを発表してもいきたいなっていうこととか。いや、作曲もされてらっしゃるんですか？まあ、習いながらですけどね。作曲家の出身ではないので、やっぱ欲張りなのでやりたくなっちゃってどんな楽曲を今何曲ぐらい取り組まれてるんですか？断片的に2小節だけフレーズが浮かんで、それを書き留めたりしていて、はい、それがもう何枚も散らばってる状態で、ちょっと一曲っていうものにはなってないんですよね、まだ。普段生活されてる中で、はい、ポッとインスピレーションでこの曲がこう浮かんだり降りてきたりするようなイメージなんでしょうか？そうですね、練習の合間になんかこの響き今良かったなーなんて言ったら、そこからちょっとこうポロポロンと弾いてみて、あ、いいなって思ったらもうすぐ五線譜に変えちゃいますね、はい、思いついたらすぐ五線譜に。忘れちゃうのでなるほど、はい、なんだかこれからの横内さん の、 作曲も含めた音楽活動がとても楽しみですね。頑張ります。どんな曲なんですか？発表してある曲はですね、スカイという名前で、はい、それは私の母をちょっとイメージをしまして、ちょっとまあ個人的な思いも入ってるんですけれども、はい、ちょっと母が今難病で介護とかもしたりしてる状態なので、その母と一緒に空がもう一回見れたらいいななんていう思いとか希望を込めて作りました、はい、そうなんですね、はい、お母様 の、 ご病気も回復されることを願ってます、はい、うちもですね、母、あんまり言っちゃいけなかったのでぼやかして、ぼやかしましょう。母ではなくて親戚でですね、知人の方で、大変な状態であったことあったんですけれども、いろいろ取り組んで克服されて、お散歩もできるようになりましたし、ね、ピアノ の、 響きが心も体も癒してくれて、ご回復されることを願ってますので、ありがとうございます。ありがとうございます。ではこの新しい作曲も含めた活動、楽しみにさせていただきまして、今後ぜひ、はい、横内さんのファンがですね、実はこのラジオ局の中にもおりましてぜひまたということが先週からの反響でございますので、またぜひ番組の方に遊びに来ていただけたらなというふうに思っております。はいはい、次はなんとこのラジオ局にピアノがあるということで、先ほどねちょっと情報を仕入れました、はい、情報が仕入れてきまして、はい、なんと贅沢な生ピアノ演奏付きの収録というのができたらいいなというふうに考えております。はい、はい、楽しみですね。ぜひ収録が終わったらお酒も一杯やったりして、あ、それが一番楽しみですね。そうですね、そのためにぜひ第2回を企画しましょう。はい、はい、では今後31日に予定されております配信コンサートの PR の方お願いいたします。はい、今月10月31日に横内あゆみ配信ピアノコンサートということで、初めて
配信でコンサートをさせていただきます。生配信30分と、それから、撮り下ろしの収録したコンサート動画をお届けして、合計で90分間させていただきます。はい、楽しみですね。ぜひ横内さんのブログからもお買い求めいただけますので、しかも驚くほどちょっとリーズナブルですねそうですね、なるべくだったら直接お会いして、はい、その音のシャワーを浴びるような感覚になってほしいのが本音なので、はい、まあ、はい、配信だとちょっとリーズナブルにさせていただきました。はい、はい、逆に今横内さんの音楽に触れるチャンスということで、魂が喜ぶ横内さんの音楽、ぜひ皆様31日、配信コンサート参加してください。よろしくお願いいたします。はい、また第2回もお越しいただけるということになりましたので、東村山の視聴者の皆様、そしてオンライン YouTube でも、ご覧いただいている皆様、こういったお話横内さんからお聞きしたいというようなリクエストございましたら、番組の方にお寄せください。では最後15分ほどPR お願いします。15分ですか。あ、15秒でした。びっくりしました。5秒でした。5秒だ。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。この放送は株式会社 KYI マッキーリズム様の提供でお届けいたしました。